新作映画紹介シネマギークです。今回ご紹介しますのはシネマサンシャイン北島で見てきました劇場版マイホームヒーロー。監督は青山隆弘という方で、テレビシリーズでも監督した方ということだそうです。で、出演が佐々木蔵之介、斉藤飛鳥、木村多江、高橋恭平、これ何は男子の子ですね。そして宮瀬隆美、津田健次郎ということになっておりまして、原作が漫画で、しかもそれが完結をしていない状態でテレビドラマ化をして、で、そのテレビドラマも原作漫画の第1部を上手に、再現したという形、そして第1部の完了に合わせる形で、ワンクールですかね、終わったという話を聞いておりまして、そのテレビドラマの続きが映画化ということになっております。そして漫画はザクッと斜め読みはしていたんですけども、ほぼ読んでない立場でドラマも見ていないという自分ではあるんですけども、それでとりあえず見てこようということで見てきた作品ですけども、オリジナル展開にして力技でまとめようとしたっていう部分を感じたりした一本にはなっております。で、物語の方は公式ホームページがもうミステリー作品なんでね、公式サイトの方から引用させてもらいますけども、愛する家族を守るために娘の彼氏を殺した父親、これ佐々木蔵之介ですね、は命がけで罪を隠し通した。それから7年後、山の中に埋めた死体が発見された。捜査に乗り出す警察と、死体とともに消えた10億円を探す半グレ犯罪組織、再び標的、そして容疑者になった父、そして父の罪を知らずに刑事になった娘、これ斉藤飛鳥ですけども、は事件の真相に迫っていくということが書かれております。で、先ほどもお話ししましたように、主演は佐々木蔵之介でございまして、そして敵役に、声優としても知られる津田健次郎、いわゆる渋おじ好きにはたまらない配役となっています。そこに加わってくるのが斉藤飛鳥でございまして、この映画、斉藤飛鳥と津田健次郎が全て持っていくエンタメサスペンス映画になっています。で、ぶっちゃけて言うと、テレビドラマを見ていない人の場合、かなりシナリオ展開にはついていけない部分もあると思うんですけども、とにかく斉藤飛鳥の可愛さを見せまくってくれるのと、津田健次郎の渋い声とうますぎるほどのケレン味たっぷりの演技を楽しむ映画として割り切れば、非常に見応えがあるとは思います。で、まず主演の佐々木蔵之介ですけども、やはり役どころをつかみまくってる方だと思います。素朴で家族思いなサラリーマンというところの雰囲気はお見事です。そして主人公なのに、いい意味で影が非常に薄い、でも見せるところはしっかり見せるというメリハリのおかげで、映画の主人公なのに全然前面に出てこない感っていうのは、キャラクター的にもちょうど合っててよかったなと思います。そして津田健こと津田健次郎ですけども、まあナナミンであって、アトミック侍であって、テニプリの犬ではあるんですけども、まあまさに今回の映画においては、これぞ俳優津田健次郎の素晴らしい部分を見せてくれたと思います。もう出てくるシーンすべて見応えあると言ってもいいほどですし、あのかっこいい声で脅して切れて絶叫凶して笑って勝ち誇っておののくという、さまざまな変化のある声を聞かせてくれるし、演技を見せてくれる、もうこれ津田健の声と演技を見るだけでも価値あるんじゃないのかなというぐらいでございました。そして斉藤飛鳥ですけども、まあアイドルグループ時代からね、このセンターになってたと思うんですけども、知られる人ではあるんですも、非常に冒頭のアクションシーンも、あれ本人だと思います、立ち回りも見せてワンカメで一気にアクションを取り切るシーンがあるんですけども、非常に頑張ってました。4年前の映画映像犬には手を出すなというのがあったと思うんですけども、あの映画に比べたら本当女優として成長著しいと思います。で、要所要所で出てくるのがとにかく斉藤飛鳥のアップ
ップのシーンです。顔のアップのシーンが連続して出てくるのにあまりくどくないっていう、これは演技ができているのと本当も可愛らしさが前面に押し出されているっていう、この2つがうまいことをシナジーとして、アップが連続するのにくどくないというところは見えました。で、唯一という、まあ、これは悪い意味ではないんですが、唯一感じたのはやっぱり体の線が細すぎて捜査一課配属の刑事とは思えないほど華奢な体っていうところ、まあ、ちょっとボクシング、まあ、サンドバッグを叩くシーンなんかはあるんですけども、やっぱり線が細すぎるなっていうのを感じる部分だとは思うんですが、それを補うだけの演技は見せてくれたと思いますし、斉藤飛鳥ファンにとってはとてつもなくたまらない、彼女を見るためだけに映画を見に行ってもいいぐらいのアップシーンが続きますので、ぜひその斉藤飛鳥ファンはぜひ映画館に行ってほしいなと思いますし、元アイドルのポジションではなくきちんと地に足のついた女優という感じが見ることができたっていうのは非常に良かったかなと思いますし、喜怒哀楽の表現の演技もしっかりできていたので、そこはきちんと彼女の表現、の演技というのは見せてくれたのし、そこはきちんと褒めてあげる、評価してもいいと思います。そして忘れてはならない立川ダンシュンさんですけども、やっぱり渋いっすね。ダンシュンさんが出てくるだけでこんなに映画が締まるのかっていうぐらい、ダンシュンさん刑事役はハマり役と思います。そして若手頑張っていました、なにわ男子の高橋恭平くんですね。原作とはやはりちょっと違うキャラ位置、これはもう映画がオリジナル展開なので仕方ないと思うんですけども、見せ場もしっかり作ってくれて演技も見せてくれたと思います。で、シナリオ展開的に非常にもう映画としてまとめないといけないので、元半グレ組織の一員であれだけ怒り狂ってるような立場だったのに、非常に物分かりのいい青年役っていうところになっておりまして、まあこの高橋くんらしいというか、高橋くんが所属しているアイドルグループのためのキャラ変更という、悪く言う人もいるかもしれませんけども、母親思いの部分の微妙な柔らかな雰囲気であるとか、ラストの微笑ましいシーンっていう部分に関しては非常にいいメリハリが効いたなと思います。やはりぶっきらぼうというか世界に対して逃げている立場から、やはりいい本来の目的、そして夢を思い出すという部分に関しての変化っていうのは見せてくれたかなとは思いますし、だいぶ深みのある演技もできていたので、今後彼はもっといろんな映画に出てほしいなと思います。そして映画オリジナルキャラで出てきたのが宮瀬りゅうびくんでして、まあ、いわゆるイケメン2枚目俳優ではあるんですけども、若干今回に関しては不思議キャラ感のある大沢という役で出てきました。まあ、役どころとしては非常にわかりやすく言うとコンピューターの人というところなんですけども、活躍シーンがちょっと短かったかなという部分は非常に感じます。これだけのコンピューターのスキルを持ってるという役どころで、主人公の佐々木蔵之介役に非常に協力する立場であり、そして、まあ、良くも悪くもキーパーソンになっていくんだけども、あっさり、まあ、退場してしまう部分があるっていうところはもったいないな。まあ、退場するといっても、まあ、最後にもきちんと出てくるんだけども、そういう部分も含めた上で言うと、濃いキャラ設定が用意したんだけども、もっと活躍するシーンがあってもよかったのかなという感じはします。で、3月15日から公開予定の恋煩いのエリーという映画でも主演をしてるんですけども、まあ、イケメン若手俳優には登竜門とも言えますラブコメ作品ですけども、いや彼はもうそういう映画の出演はなくてはいいんじゃないのかなっていう気はします。ファン心理からするとそういうラブコメも出てほしいと思うんですけども、宮瀬りゅうびくん自体の人間性をもっと生かす演技の勉強ができる映画を作ってあげてもいいんじゃないのかなと思ったりはします。で、さまざまな俳優がね、本当頑張っていた演技も見せてくれたんですけども、やはりシナリオ全体に見られるのが抜け道といいますか、突っ込みどころが膨大にあります。そういった部分はやはり原作が終わっていないゆえのオリジナル展開っていうところはあると思うので、そこはちょっともったいなかったかなと。で、ただ一点原作は終わってないとはいえ、
もしかしたら原作もこういう終わり方をするんじゃないのかなと思わせるほどのまとまった完結感っていうのができていましたので、やはりここの部分に関してはやっぱり原作の方、原作者の方との打ち合わせとか、原作の方への聞き取りっていうのはしっかりできて、そして汲み取れているんじゃないのかなっていうのは感じます。で、そういった部分はあるんですけども、サスペンス性であるとかに関してはエンタメ性の方がやっぱり強くって、エンタメサスペンスの領域を出ていないというのは、あるので、本格的なサスペンスミステリーを期待する人にとっては若干肩透かしを食らう部分はあるのかなとは思いますが、さっきも言いました通り、斉藤飛鳥の可愛さを十分堪能できて、津田健次郎のイケボとケレン味たっぷりのボス演技を思う存分楽しめる映画であることは間違いないので、この大きなスクリーンで見られる良さっていうところ、この2人の俳優、斉藤飛鳥、津田健次郎が好きな人は見る価値十二分にある映画と思いますので、ぜひいい劇場に足を運んでご覧いただけたらとは思います。ということで、今回はシネマサンシャイン北島で上映中です、劇場版マイホームヒーローをご紹介しました。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。